なんだか悲しくなるほど、ポテトサラダは今日もうまい。ポテトサラダビはい、というわけで始まりました昭和50年おじさん特別編です。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ただいま山陽道でございますね。そうですね、ちょっとお尻濡れるんで中腰で失礼しますびしょびしょですけど、はい、雨降ってたんですかね。これ今日は3人で初めてやね。うん、自転車乗りに行こうということでございました。2人はもうバッキバキ乗ってるんですよ。私、私鈴木は久しく乗っておらず、2人の旅に僕も混ぜてもらうことになりました。鈴木は、はい、聖地しまなみ海道来ましたね。来ました。瀬戸内海に浮かぶ島々を結ぶ瀬戸内しまなみ海道、大小727もの島々が海に浮かぶ風光明媚な景色の中を自転車で横断できるとあって、世界中のサイクリストたちから注目されています。しまなみ海道とは広島県の尾道市と愛媛県の今治市を結ぶ道路のことで、正式名称は西瀬戸自動車道と言います。島々を結ぶ吊り橋には自動車道と並走するように歩道も整備されており、徒歩でも往来することができます。全長は約 70km です。途中の一般道や吊り橋にはサイクリングの道しるべとなるブルーラインが引かれており、2014年には日本初となる国際サイクリング大会しまなみ2014が開催されました。アメリカメディア CNN の世界の最も素晴らしい7大サイクリングコースの一つにも選ばれるほどなんです。しまなみ初めてです。憧れです、ね、僕もでも初めてです、ね、非常に楽しみです、ね、いやもう僕はもう不安しかないです、ね、不安と恐怖しかないです、ね、昨日の晩から鈴木さんの怖い怖いと不安メールがいやついていけないんじゃないかって。大丈夫です。コースを調べるのもやめた。今回の旅は基本的にはあの水曜どうでしょう形式、私ディレクターとして映らない声だけの出演になりますのでよろしくお願いします。はい、行きましょうか。車中からレッツゴー、お届けいたしております。というわけで今日の工程は山さんちょっと説明してもらっていいですか。今日ですね、はい、今山陽道を尾道に向かっておりましてですね、はいはい、尾道から、真ん中の大三島というところまで、うん、とりあえず行ってしまいます。車で、うん、瀬戸内海に浮かぶ大三島、はい、大三島山並海道のど真ん中ですね。なるほど。でそこで車を止めて、はい、今日は島並海道の北側をゆるりと回りたいと思います、うん、で大三島に民宿を取っておりますので。お、なんて民宿でしたっけ。ね、コンタマですね。コンタマ。コンタマ。どんな字ですか。コンはあの青い紺のブルマの子、紺のブルマの子、はあ、に玉ですね。そのままです。玉作りの玉。玉作りの玉。玉作りの玉。で2日目は、はい、そこから西川に伸びる方に行きます。それはフェリー。フェリーでちょっとだけフェリーに乗って。ワクワクしますね。なんでフェリーに乗る必要あるんですか。そこは橋が繋がってないからです。今の説明聞いて全く入ってこない。なぜなら俺は地図を全く見てきてないから。無理やり放り込まれてみようという作戦。なるほど。まさに昨日そのような文明が送られてきてましたね。ってことあの愛媛県に行くんですか。そうですね。で、その飛島街道を巡った後はまたフェリーで今治まで行きましてですね。今治タオルの今治タオル ね。で、そこから
あの島並海道をまた北に向かって帰ってくると。山ちゃんの予定はこうです。大三島の宗像港をフェリーで出発、岡村島に着いたらそのまま大崎下島を半周、橋を渡って豊島へ、そこからさらにまた橋を渡って上鎌狩島へ、またまた橋を渡って下鎌狩島へ、なんとなんとさらに橋を渡ってついには一瞬本州広島に上陸、そこから今度はまた引き返して下鎌狩島、上鎌狩島、豊島に戻って大崎下島をまた半周、岡村島まで戻ったらフェリーで1時間かけて今治港へ、そこで船を降りたら今治を少しだけ走って大島へ、博多の塩でおなじみの博多島を通って大三島に戻って終了です。全く運動しないスーさんに山ちゃんがいきなりこんな過酷なことを強制してやらせようとしていったと今編集しながら知って震えが止まりません。そんなに僕は愛媛県人生初上陸。え、そうなんだ。みかんが美味しい。そうですね、道後温泉もありますね。そういうのが持ってたないな。そういう癒しは今回全くありません。癒しないか。雑誌ごき雑誌ごき僕らは頑張るまで君は頑張るまで。まあ最悪青色の線を伝って走っていけば尾道までは帰れるようになって大丈夫です。最悪前輪後輪外れるんで肩で立つ。回りました、はい、なんとか先輩についていきます、ね、頑張ります、ね、頑張りましょう、はいはい、おいしい。ここが本当に頂上であります。